ジャンボの愉快な旅クラブ。旅は人生を豊かにするジャンボツアーズがお届けします。おはようございます。毎週毎週ありがとうございます。ミスタージャンボの今度は新企画、美食の北海道夢紀行。3月に4本だけ限定出発日なんですが、4日間でコースを組むことができました。日本航空で東京羽田を経由しまして、ちょうど北海道のど真ん中旭川空港に降り立っていただきます。旭川といったら、そう、ラーメン、ラーメン村があるんですよ。こちらで自由食を組み込んで、お好きなラーメンをご賞味ください。さあ、その後道の駅を経由しまして、あの素晴らしいサラマ湖から幻想的な夕日を楽しんでください。お泊まりはサロマ鶴ヶリゾートでご用意しました。ジャンボツアーズのお客様だけ、サロマ湖、北海道の海の幸の刺身の大盛り痩せ、これご用意しました。2日目、のとり湖、のとり岬の方から網走の方に入ってきまして、網走の伝統の味と技、寿司屋さんでお寿司をご用意しました。その後午後は砕氷船オーロラ号に乗って流氷クルーズに皆様方をお誘い申し上げます。さあ、そして、感動の道、そして絶景の三幌峠から阿寒湖温泉、阿寒悠久の里鶴ヶ、こちらで夕食朝食と、もう本当にたっぷりお召し上がりください。さあ、3日目です。摩周湖、そして東北海道の原風景が見れる野付半島の方にもご案内していきますよ。さあ、お昼時になりますと、ご当地 B 級グルメで3年連続ナンバーワンになったジャンボホタテバーガーと牛乳でご用意しました。さあ、その後白鳥センターの方に行きまして、あっけの味覚ターミナルの方で、あっけといったら柿の産地、こちらをお楽しみいただいて、いよいよ釧路の方に行きます。釧路の方ではプリンスホテルで夕食をあえて外しました。釧路といったら炉端焼き発祥の地ですから、つぶ貝の串焼きとか釧路ラーメンを仕上げてほしいな。さあ、4日目、ムサマイ橋のところ、この橋は釧路10景の一つとともに日本100名橋の一つです。最後に、伊東丹頂サンクチュアリ、こちらの方から釧路湿原から見る丹頂鶴見ていただいて、釧路空港から日本航空で羽田を経由して4本の出発日、3月合意できました。このチャンスに文字通り美食の北海道夢紀行、お誘い申し上げます。この番組はジャンボツアーズがお届けしました。美食の北海道、行きたくなりましたよね。全国旅行割の北海道ラブ割、もちろん地域クーポンもついてますよ。ぜひこのチャンス行きましょう。来週は新潟チャーターのご案内、また来週。